今回は大人気アニメボッチザロックのキャラにニジカちゃんの頭に生えているドリトスをどれだけ袋に詰めるかというゲームで、皆さんに簡単な RTA の出し方を紹介したいと思います。それではやっていきましょう。まずこのドリトスの出し方は至ってシンプルで、最初のこの部分をクリックするだけなんですけど、これをまずとりあえず画面すべてをドリトスに埋めてください。たまにニジカちゃんのお姉さんが出てくるんですけど、無視してください。ただ弛緩してるだけのシスコンなんで。そしてこの角に集ったドリトスを無作為に入れていく。ただこれだけです。これでみんな RTA ランカーになれるっていうわけですね。皆さんぜひやってみましょう。目指せ夢の RTA ランカーっていうわけでね。まあそんなんないけどね。